ゆうき、林林こと、ベーシストのりんです。動画ブログ、今年に入って第2弾。ちょっとナムの話をしたくて。で、まあ、ナムショーっていうのは、まあ、ちょっとツイッターライブでも言ったんだけど、もうちょっとしたんだけど、一応ナムをちゃんと説明すると、まあ、要は、東京モーターショーの楽器版みたいな感じで、楽器の祭典、楽器いっぱいいろんなメーカーが、その年とか最近出したその新しいものから一番こう売れてるうちのシグネチャーですよって言われてるものとかをそう展示して、それをなんか楽器業者とかが買い付けに来たりとかいう、そういう場でもあるし、あの宣伝の場でもあるから、そこにいろんなアーティストが来て、それのユーザーが来て、そこでこうデモ演奏とかしてたりとかして、要はだからミュージシャンの俺らからしたらアーティストが集まるし、ミュージシャンもいっぱい集まるから、こうすごいこう、まあ、ほとんどの人が結構有名人に会えるからっていう、結構でかくてみんなで行くんだけど、でも、楽器業者の人からしたらそこで、あ、なるほど、今年こんなのが出たんだ、こんな軽いアンプが出たんだとか、そういうのを見つけて、じゃあうちの楽器屋にじゃあこれをじゃあ何台か仕入れようみたいな感じで、多分そういうことが、基本的には行われる。で、まあそういう、ナムショーっていうのがあって、楽器の祭典、楽器をそうやっていっぱい、展示する会、それが、カリフォルニア州の LA の、アナハイムっていう、ディズニーランドがあるところで、そこにあるコンベンションセンターってすごいでっかい場所を借りてやる。だ東京モーターショーがを幕張メッセでやるみたいな感じで、まあ、それが、必ず毎年1月にあって、で俺は、今年もそこに行きました。でそれが、今年はもう8年目だったんだけど、初日に、俺が行った初日木曜日、に、イダ・ネルソン、イダっていう、ベースプレイヤーの女性のベースプレイヤーがいて、彼女は、プリンスのバックバンドでベース弾いた超ファンキーなベースプレイヤーなんだけど、その人がはイダとして自分で活動してるんだけど、そのバンドで鍵盤弾いてるマークっていう、まあ、友達がいて、でそいつが初日にちょっと俺、自分の奥さんがボーカルのなんかバンドをやってるんだけど、それでなんかやるから勇気弾いてくんないかって言われて、それを弾きに行きました。それはダイノーディオ、ダイナオーディオって書いてダイノーディオってものかな、なんか、そのブースで弾いた。それはコンテナスタジオ、なんかコンテナサイズで、で外はガラス張りになってて中が見えるようになってて、そこでこうライブパフォーマンスもできるし、別のコンテナに、ブースもついてて、レコーディングもできるみたいな、なんかそういうコンテナスタジオ、ダイナーオーディオっていうところがそれを出してて、でそれに、そのマークの奥さんとマークのそのバンドで出ました。それはすごく面白かったです。面白かったし、その人たちのねオリジナル曲はすごくいい曲で、実は、それはすごく良かったね。そういうのも良かった。実は毎年シンズミュージックってところからパスを出してもらってるんだけど、それは日本の、メーカーさんで、今年はちょっとそのマテウスのつながりもあって、ベムラムって、会社にちょっと出してもらいました。それはまあちょっと出してもらった理由がいろいろあって、マテウス と、そのジャムカードとあとフェンダーのイベントに出たんですよね。出たんだけど、それが決まったのは本当ナムショーが始まる3日前ぐらいで、でナムショーっていうのはそのコンベンションセンターの中は自分の楽器の持ち込みっていうのはすごくこう厳しいわけ、すごい持っていくのが大変で、だからパスもらうときにエキシビターパスとかビジターパスとかデモンストレーターパスっていっぱい種類がパスがあるんだけど、デモンストレーターパスを出してもらわないとちょっと困るっていう状況になっちゃったから、ベムラムさんがまだこうパスの枠があったからちょっとお願いしてそれを出してもらった。デモンストレーターパスだと荷物チェック、もう必ずそのセキュリティチェックがあるんだけど、そういうのもまあほぼこう顔パスというか、で会場に自分の楽器を持っていける。でそれはねすごくいいんだよね。というのもやっぱりまあナムショーに行くってまあ目的っつったら本来はその例えばじゃあ自分が5弦ベースがなかったりしたら、じゃあいい5弦欲しいからそんなに一気にねこう集まる場所に行けばいい5弦ぐらい見つかるでしょ。
だから要は自分が目的の楽器を見つけに行くために行くっていうことがもしあるんだったら、すごいあのいい機会だから、もう ほぼ世界中のいい楽器がそこにあるからね。だから自分のいい楽器を探すっていう意味ではすごくいい。でも自分はもういいベースを持ってる、ただいいアンプが欲しいっていう人はやっぱり自分のベースで試したいでしょ。でそういう時にデモンストレーターパスだと自分のベースをね持って、自分のベースでこう思想ができるから。で、あのそれぞれブースがすっごいいっぱいあって、ものすごい数のブースがあるんだけど、なんか多分それぞれ提携してるメーカーとかが多分提供し合ってあるから、思想用のベースとか思想用の楽器っていうのも、まあ、結構ピンキリなわけですよ。だからまあとにかく、まあとにかく俺はそのデモンストレーターパスが必要だったっていう、まあ、話です。で、ナムショーの、その今年その要は2日目に行われたフライデーに行われたジャムカードとフェンダーのイベントね。要はまあフェンダーのアーティスト、フェンダーユーザーのアーティストのこう代表みたいなアーティストがそれにこう、ジャムカードが主催しているそのイベント会場、それはイベント会場はナムショーのそのコンベンションセンターのすぐ脇にあるマリオットホテルっていうところにある、でっかい部屋でを会場にして、やりました。それはものすごいいっぱい人がこう見に来て、でもちろんフェンダーのねもう関係者とかてか、もう本当にすごいいろんな人が見に来てるんだけど、別に結構なんかさらっとやったの。まあ俺はフェンダーユーザーじゃなくて、フェンダーを俺はもう一本も持ってないの。で、もともと俺が弾く予定じゃなかったんだけど、マテウスが勇気に弾いてほしいっていう、なんかまあ彼のその直接のお願いがあって、あ、いいよ全然俺弾くよって言って、まあ参加した。でも俺はフェンダーを持ってない、だからフェンダーの人たちからしたらやって感じなんだけど、きっとだけど一応フェンダーを借りて、ウルトラってやつ、最近出たシリーズウルトラってやつを、ジャズベだったな、ジャズベのローズシバンのあのやつを借りて、マテウスのやつやりました。それはまあまあすごいいい経験になりましたね。でまあその同じイベントに出てたのはチャーさんとか、あと最近のもすごい注目されてるイチカ君、あのギターのイチカ君ね。まあすごい結構いい経験になったし、あんな環境でねこうフェンダーを試せるのも面白かったし、うん、まあいろんな人にとつながったから楽しかったし、チャーさんもめっちゃいい人だったしチャーさんめっちゃいい人だったし、イチカ君もめっちゃいいやつだったし、もうすごいいいね、やっぱそういう人のつながりができる。やっぱもうなんかそのイーストコーストの方にしか住んでない人とか、でも友達になった人とか、そういう人たちとこう一気にこう会う機会になるから、それはもうすごい楽しいイベントとして俺は必ず行くようにしてる。そうそう、サングラスしてごめんね、気取って気持ち悪い、俺も CM をしちゃって。まあそんなわけで、まあそのナムショーっていうまあイベントがあり、で今年は
マテウスの、まあ、おかげでっていうか、おかげで、ジャムカードと、ジャムジャムと、フェンダーのイベントに、出演して、すごい、めちゃくちゃいい思い出になったし、思い出？いい経験になった、いい経験になったし、1年の頭というか、1月からそういういい企画に出れたのは、すごくなんかいいスタートを切れたような気がして、それをちょっとブログに書きたいなと思ったけど、映像にしてみました。という話です。そんな感じで、まあ、次回の動画ブログもよろしくお願いします。またに。